フラグってどういう意味ですか？ある種の伏線だな。こういうことをしていたら、まあこういう結末が来てしまうだろうと予測できるような行動を取ることをフラグを立てるという。なんだか難しそうです。例えばな、俺この戦いが終わったらあいつと結婚するんだとか言ってるやつがいたら、そいつが戦死してしまう未来が見えてこないか？なるほど、確かに悲劇のお決まりですもんね。あ、そういうことだ。俺はな、このコーナーが無事終わってジェスタスが俺の国の言葉をマスターしたら、お礼に一杯なでなでしてもらうんだ。なんだか無事終わらないような気がしてきました。大丈夫だ、俺は正しいことしか教えてないし、ジェスも一生懸命勉強してくれてるからな。そうですね。次回ブタンレバーは加熱しろ第11話、ご褒美はここぞという時に。不安しかない。